健太さん、ゆうきの順番で自己紹介して。アンチャンネルをご視聴の皆さん、こんにちは。アンチャンネルの安藤雄一と吉本健太です。あ、違うか。と上村ゆうきです。皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は前回ちょっと好評だったシムとシムマックスの打ち比べをやっていったんですけど、今回はフェアウェイウッド編です。この初代 M2 ですね、テラメドの初代 M2、 これ名機と言われてる、まあ、かなりプロに人気のクラブと M5 です。 M5、 はい、 M5 ですとこちらのシムですね。シムですね。シム、この3つを打ち比べていきたいと思います。どれが一番飛ぶかっていうのでやっていきます。はい、で3人で打ち比べて、まあ、3人のデータを見ながらどれが一番飛ぶのかっていう感想を言っていきたいと思います。はい、じゃあ早速どのクラブを打つかじゃんけんで、はい、というか全部打っていきます。そうです、そうですね、1個ずつ打っちゃいましょうか。はい、はい、まあ、そんな感じで今回もぜひご視聴ください。はい、じゃんけんで、1人ずつ2本ずつ打っていきます。 M2、M5、シムですね。シムです。はい、はい、1球ずつ打っていきます。はい、じゃあじゃんけんでいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあいっちゃいます。1番最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。2番なんだ。じゃあ吉本プロがいきます。吉本筋肉先生がいきます。え、普通いっちゃいます。1球ずつ。はい、やっぱ打感いいですね。はい、1球ずつですよ。1球ずつ。はい、1球ずつ。感想ちょっと後ほど聞きますので。270ですね、今の。すごい。これが M5 です。はぁ、初代ど、まあ後で感想聞きますから。ほら、何をしてる。もう一本、ちょっと待ってください。で、続いて、ちゃんと続いて、シムいきます。かっこいいっすね。安藤プロ。はい、さあ初代 M2 打っていきます。これ結構好きです。アップライトでちょっとあれなんですね。はら、はい、これ僕本当に好きなんですよ、こういうのが。はい、まあ、相変わらずすごい。はい、はい、じゃあ続いて M5 いきます。めっちゃ調子いい。おー、ナイスナイスナイス。おー、まあ高いわ。高いですね。おお、シムちゃん。さあ最後にちょっとシムってみます。これかなりいいです。はい、次最後。はい、じゃあいきます。ちゃんとクラブの説明してくださいね。はい、それじゃあ M2、 初代 M2 ですね。シャフトツアー ADDI7X やっていきます。やっていきますか。はい、じゃあいきます。大変だ。おーおーおお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 。じゃあ次 M5 いきます。 M5 スプーンですね。ツアー AD VR8X ですね。いきます。
重いですね。おお、いいね。おお、めっちゃいい。やばい。しやすい。ちょっとこれ本当に弾道測定器結構高いやつで、はい、結構いいやつですね。結構みんな飛んでます。うちのスタジオ結構飛ぶ先生が多い。はい、はい、じゃあ最後シムいきます。3番とシャフトはスピーダー757エボリューション6のですね、X シャフト。なんで行きます。これ飛びますよ。290度いきます。うおおーい、はい、皆さんちょっと集合してもらいます。はい、ちょっとどうですか、一人一人感想を、まず初代 M2 の感想を吉本プロに言ってもらいます。みんな黒っぽく狙ってる効果を。初代 M2 これはやっぱりすごいです。打感が良くて、なおかつ打感がいい、打感がいい、なおかつこれ弾きがめちゃくちゃいいんですよ。やっぱりもう打った瞬間飛んでるっていう感覚がすごく出ますね。うん、このシャフトもいいんですけど、やっぱヘッドは最高ですね。これあれ名機って言われてるだけあります。これめちゃくちゃいいです。で次僕の感想なんですけど、吉本プロと同じとこがあって打感がいいです。打感がめちゃくちゃ柔らかい。あと通常のウッドよりちょっとアップライトな気がしますね。その分球が捕まりやすい。で本当にティーショットで使っても280ぐらいいくんじゃないかっていうような感じですね。はい、次の人。はい、僕はそのアップライトがかなり捕まりやすい部分が身長的にはちょっと捕まりすぎそうなんで、まあ打感はめちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっと振りづらく感じました。ただシャフト、ヘッドのバランスがとても良かったので振りやすいなっていう印象でした。OK です。じゃあ次 M5 いきましょう。はい、 M5 はですね、構えた時のこの座りがめちゃくちゃいいです。こう、まあ、M2 よりも全然アップライトではなく、もうほんとちょうどいい、むしろちょっとフラットに見えるぐらいの感じで、僕にとってはすごく構えやすく、左に行きにくいですね、感覚的に。で打感はやっぱりめちゃくちゃいいです。やっぱり柔らかい感触でとてもいいクラブでした。もう言いたいことを全部言われてしまったんですけど、これね、言うことない、なくなっていくことないですから、まあ本当M2 より若干打感は硬いんですけど、もう本当に何ですかね、ツイストフェースで曲がりにくいですね。それがもう言ってて分かります。めちゃくちゃ分かる。とにかく曲がりにくい M5。 はい、そうですね。確かに顔がいいので、やっぱり曲がらないなっていう感じが構えた時にするので、まあ、そこの安心感、それが M5 の一番いいところかなと思いました。ちょっと喋るうまい。うまい。吉本君、いつもみたいにカメラが見てる時みたいにちょっと話してください。ですね、最後シム、実はこれ僕一番これが好きです。やっぱり打ってて、なんかもう爽快感がシャキーンっていう、なんていうんですかね、打感が軽いんですよ。こうひっつくとかじゃなくても抵抗なく振り抜けるんですよ。テスト、あ、こんな感じ。いや、はい、最近ちょっとあるすごい方に影響されて、喋り方までその方に寄せてきてるんですけど、カメラが回ると全然それやってくれないんで、カメラが回るとちょっとですね、はい、頑張ります。ちょっと今日機嫌が悪い。はい、機嫌が悪い。機嫌が悪い。めちゃくちゃやね。これシムなんですけど、もう本当に打感が僕はないんです、正直言ってて。さっき吉本プロも言ってましたけど、ボールの打感がないんで、なんですかね、もうシャキーンですよね。シャキーン。で、これスパーとか言うと、そんなんじゃ分からねえよとかコメント来るんですよ。もうそういうのどうします。いや、もうそういうの打ってみていただきたい。打って、そうですね、ぜひ。とそんなんじゃ分かんないよって言われても、すいません、そんなんしか分かりません。もうシュパーンとこうシュキンって感じですね。ボールに合わせにいかなくなる。いや、そういうことですよね。そうですね、その飛んでいくっていう感じがもう
構えてするんですけど、逆にその曲げやすいっていうのがないのかもしれないです。まあ、真っすぐ飛んでいくんで、自分でこうコントロールしようというのが少しできないクラブかなっていう印象でした。ただ自分が思った方向には飛ばしやすいクラブなので、ぜひこの飛距離出したい方、シム使っていただいてもいいかなと僕は思います。なんですか。なるほど。今回はちょっとすみません。言うことないよ。ちょっと聞いた方がいい。今日はこの、M2 と M5 とシム打ち比べてみました。まあ本当どれもいいクラブなんですけど、やっぱり進化してますよね。進化。それは分かりますね、本当に。一番好きですね、私。はい。めちゃくちゃこれがいいです。結構怒られそうなんですけど、皆さんやっぱり売ってみて、はい、試してみてください。はい、ということでした。で、なんかコメント欄になんかこういうのなんか僕たちでよければですね、なんかやってくれっていうのがあればぜひコメントください、たくさん。はい、いろいろ試しますので、はい、なんかこのクラブとこのクラブ打ち比べてほしいとかですね、なんかあったらですね。そうですね、はい、はい、小顔効果で後ろに下がろうとして、はい、まだやっていきたいと思います。ぜひ皆さん、ちょっとでもいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。お願いします。俺なんでうまく話せんねん。チャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。で、最後に吉本プロのオフショット編を番切れ吉本プロオフショット編流しますんで、もう僕のクラブ壊れて、壊れる、はい、怖いなぁ、クラブが。吉本プロ、地面にその体を全部叩きつけていいんじゃないですかね。いや、そう、もう全てもう、いいじゃないですか。やめて。ちょっと、もう一回言います。もう一回やってもらっていいですか、その体で。吉本筋肉プロです。熱で飛ばす、いいですね。はい、クワみたいに、はい。圧力で飛ばします。ちょっとこれが俺の本気だっていうの、すごいですよ。筋肉がちょっとプロレスラー並みなんで。いや、めっちゃ飛んでます。一番飛んないね。さすがです。さすが、最高のクラブです。うん、幸せ。最低です、私。皆さん、どうだったでしょうか。吉本プロと上村プロに出ていただいて、この3本を打ち比べました。クラブって本当にすごいと思います。メーカーの人たちが日々研究して開発して、すごい時間を費やしてクラブっていうのは進化しているので、ぜひ皆さんもこう打ち比べてやってみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。